皆さん、こんにちは、マーティーン。では、野み屋久保、木久扇です。ヤクルト近鉄大英二所属に西村隆二さんいます。ヤクルトでルーキー役から本当に活躍。1990年代、古田敦也さんとバッテリー賞を獲得したそうでございます。本当に社会人出身で、本当すんごいピッチャーで、変化球、ストレート多ー、ね、多彩のピッチャーでございますね。すんごいです。吉井正人さんとのトレードで近鉄で20試合以上出場したが、その後、怪我で出れずね、はい。その後、大英二席し、 一年目で本当にカムバックシを先発で、その後大英の優勝にも貢献したピッチャーでございます。2001年は3優勝を逃してしまい、自身も引退となってしまいました。ピッチャーとして本当にすんごいピッチャーです。西村達次さんですね。隆二さんじゃなく達次さんです。はい。覚えてください。以上です。バイバイ。